で逆にもう今無理しないで前を向いて縦に蹴れる選手を探してますよね。ああここは上田浩太のもとへ、そして縦ワンタッチで松岡、山本蓮、中矢野、大島が後ろにいるんですが中に入れてきます。今のなんか面白いパスでしたよね、あれは中が反応すればねっていう感じでしたけどね。柳から矢野ターゲット、ポストプレーから打ってくる松岡、山本、逆サイドは今フリーの選手が2人いる。大島からヘディング落としたところ、スローインになります。逆サイドに今2人フリーがいました。すぐに入れて森、失礼、上田、そして大島からこの位置はフリーだった。ただ中を北九州は今固めているという形、中に入れない松岡、ここで村松がボールを奪います。ただそのボールは柳に収まって、上田ディフェンス剥がして大島から上田浩太、ファー空いている、ポスト、そこから佐藤翔、桃谷どうする、中4人います、駆け引きをしてマイナスのクロス入ってくればチャンスだ。松岡までは届かず、もう一回桃谷からふわっと上がる松岡、そして向こうは大島でした。コーナーキックになります。吉丸が大丈夫でしょうか、キーパーの吉丸が、左の足首でしょうか。今日北九州の控えのキーパーは J リーグ出場がない田中優也がいるんですが、ちょっと重なってしまった形です。そうですね、今、矢野選手が、潰れてしまったっていう形で、それがそのまま入ってきたような感じでしたよね。ちょっとまた小林監督が今四振にちょっと激しく何か叫んでいます。今のちょっと危ないじゃないかというようなプレーだと思いますが、吉丸大丈夫でしょうか。今日控えのキーパーは市立船橋卒業、20歳のまだ J リーグ出場がない田中優也が入っています。そうですね、今のなんかやっぱり吉丸選手はボールに行ってますからね、下の方はケアしてない、そこに入ってこられるとっていうのがありますよね。コーナーキックでゲーム再開です。上田浩太が蹴ります。桃谷が逆サイドにいる形、ニア